エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする星を見つれるゼルタ96今日は、えー、新月と満月のメッセージ2018年4月30日さそり座9度38分満月のメッセージをお届けしますはい皆さんこんにちは大畑晴美ですえっ、ー、と前回ですね、えー、1ヶ月分の 新月と満月のメッセージを両方提供しましたけれども、えー、今日は4月30日に今日、えー、実は新月でしたね先週昨日ねであのちょうど、N えー、と第5回目のですね火星の逆光の有料ウェブナーを終了したところなんですけれども、えー、また私は来週早々に、えー、とサンタフェの方に10日ぐらい えー、アストロージーの葵、まあ、先生のクラスの、えー、トレーニングのために行ってきますので、えー、この今回のサソリ座の満月だけはぜひお届けしたくてもうかなり夜中なんですけれども一式、えー、動画を作っていますでえっ、ー、と第5回のウェブナーでも皆さんにご紹介してるんですけれども、えー、実はですね、えー、今年のウェブナーの計画を立てました。えーと 皆さんから非常にですね、この明日かな、えー、4月の16 17日、日本は16日でも入ってるかもしれませんけれども、えー、カイロンがお羊座にイングレスをします。お羊座に入っていきます。今、カイロン最後のクリティカルディグリーと言われている、魚、え、座、ー、の29度あたりにいるんですけれども。 そして、えー、5月の15日に天皇制がおしざに入ってきますので、えー、この2つについてですねやはりとてもウェブナーの,あのご希望が多いので特にカイロンについてはね日本ではあまり情報がないので、えー、まあ,あの来年はですねできたらカイロンの何かウェブナーのワークショップみたいな形で何回かに分けてですね 回路のことを詳しく皆さんにご紹介するような機会を提供したいと思ってますけれどもそれを6月の14日のこれも新月の後なんですけれども皆さんに提供する予定です。今回からですねちちょょっっとと参加費をもうちょっと 料金をいてさせたただきました今までもあのかなりのコースをかけて、相当なあの情報を皆さん提供してますので、えーまあ、早割とか特別予備価格はまた設けますけれども、えー、これから以降はですね、基本的に111ドルという設定にさせていただきます。で、えっ、ー、とですね、えー次、次回はですね、 1>, あの1ヶ月置くんですけれども、えー、土星がヤギ木座に去年の暮れにです、ね、で12月の終わりの方にイングレスしてたんですね。で、本当はこのことをですね、えー、最大1回のウェブナーで皆さんにご紹介したかったんですけれども、ちょうどジャパンプロジェクトが急に入ってきたもんですから、それをできないままでいました。で、これはもう飛ばしようかなと思ったんですけど、ど、まあ2020年の終わりまでね、これがずっと続きますので、これ、本当に非常に大きなテーマです。 でやはりあの、まあ、土星が30年ぶりに自分の支配するヤギ座に戻ってくるということは地球の土星回帰のようなものなんですね。ですからこれについてもぜひやってくださいというお声が多かったので、えー、こちらも皆さんに、えー、提供することにしました。毎月私もウェブナウ提供するのはちょっと大変なんですけれども、えーまあ、できる時にぜひ皆さんにお届けしたいと思ってやります。そして、えー 今度は8月にですね、金星がですね、今度はあの、えー、と10月ごろだったかなあの、えーと、逆行してくるんですね。金星は一番、うん、天逆行する天体というのは月と太陽以外はみんな逆行するんですけれども、あの一番頻度が少ないんですね。2年に1回、火星と同じように2年に1回しかないんですけれども、大体、えー、逆行する期間も非常に短いんです、火星と違って。ですから、えー えー、このね、金星が逆行しているときに生まれた方というのはあの、確率的にはとても少ないはずなんですけれども、私のクライアントさん、えー、一緒に一緒のリーディングなどを、えー、お申し込みになる皆さんの中には、えー、火星や金星が逆行している方がたくさんいらっしゃいます。というののはやっぱりこのあの火星 金星が2年2回ししか逆行しないその時に生まれている皆さんのエネルギーというのは普通の他の方のエネルギーとかなり違ってきますので、えー、やっぱりその自分の持っているエネルギーをちゃんと知らないと生きにくいんですよね。でやっぱりそのことをきちっとああのご説明した上で、えー、リーディングをすると後からずっと生きやすくなりましたというお話をいただきますので、えー、まあ,あのその「金星」についてね 金星というのは非常にやはり火星と同じように興味深い星ですから、えー、細かいお話はですね、コンシャスナーソトルジーの正式クラスで金星については詳しくご説あの皆さんにご提供していきますけど、今回はその基礎知識として金星の軌道とかですね、そういったお話と逆光と、そして逆光のエネルギーはどんなもので、ネータルチャートに逆光を持っている人はどんなエネルギーを どういうことを気をつけたらいいか。そして、この10月に、えー、逆行する場所のところでですね、えー、皆さんのハウスがどこにあるかというので、12ハウスについて、今日ご提供した火星の逆行の、えー、ウェブナーと同じような形でですね、徹底的に金星のスタディをしていきたいと思います。これも特別価格で111ドルでご提供します。ということで、3ヶ月ね、えー、コンサスアストロージの えー、配信もしながらですねいつものエネルギーナビをしながらウェブナーを皆さん提供するのはやっぱり大変なんですけれどもあのやっぱりできる時に是非しておきたいと思いますのでこの3つは今年とても大切なテーマになりますから是非ご覧になってくださいそして、えー、新たにですね8月の5日で「コンシャスネンスストロージューニューコース」終了しますのでいよいよですね初級コースで実際に12アーキタイプを理解した 後でですね、具体的にチャートをどう読んでいくかということの具体的な練習に入ってきます。で、えっ、ー、と、9月の10日、これも新月ですけれども、この日に、えっ、ー、と、無料のイントロウェブナーを企画する予定です。えー、皆さんに登録はしていただく必要ありますけれども、またこの登録をして、ウェブナーに参加してくださった皆様には、食コースの第1回は10月10日にするんですけれども、えっ、ー、と、 えまた早割特別優待価格みたいなことを検討してますのでまだちょっとこれはですねこれから煮詰めていくので一応日付だけ皆さんにご提供しておきます。はいということで、えー、この満月データのお話にしていきたいんですけどもこ実はですねあの、まあ、来週から私はあのサンタフェ行くんですけれども この4月は今日あのものすごく後半パワフルなエネルギーに満ち溢れてますですから満月は、えー、日本時間は4月の29日アゴメの30日アメリカは29日になるんですけれども大石座の、えー、太陽が9度38分でさそり座は 9, 9度38分で月が、えー、満月になりますでこのお話はもうちょっと後でですねしっかりと満月図を見ながらお話ししていくんですけど この満月図のお説明に入る前に4月の後半の主なエネ n ーナビをさっさっとしたいと思います。まずですね、今日のウェブナーでも皆さんにお伝えしているんですけれども4月の2日、3日にですね火星が土星とヤギ座の8度で合うになりました。 これは日本の皆さんはアセンダなトと重なってますので非常にインパクトが大きいですね。で今年はこの火星がここから始まってこのあと4月の26日で冥王星と5になるんですけれどもその他にもいろんな大きなアクティベーションをする年になっています。で詳しく今日のウェブナイトでご説明しているので興味のある方は是非ご覧ください。この火星のエネルギーをしっかりと使ってですねしか火星がに に2年に一度あの太陽の周りに回ってきますからそして2年に一度が逆行しますからこのリズムがどういうリズムでどういうエネルギーかということを理解していくと皆さんもこれから予想を立てていく時とかねあの自分の人生を考える時もそれから世の中がどう動いていくかという時にもとても大切なエネルギーになります。ですからぜひそのの火星の 光のウェブナ第5回のウェブナー、皆さんにぜひ見ていただきたいんですけれども、ここで始まったこの火星がですね、えー、のこのエネルギーずっと続きますから、しっかり4マークです。で、えー、と4月の、えー、これ11日でしたね、えーと、もう終わっちゃいましたけれども、太陽が冥王星とスクエアになりました。今冥王星は、えーあの ヤギ座の21度にあるんですけれども、えー、4月の11日にはヤギ座、あのひつ座の21度で、あ、まだ終わってないのかな、もう終わりましたね。で、えー、ここで、えー、ぴったりスクエアになってきます。そして、えー、とその後でですね、えー、火星と冥王星が26日に逆行してくるんですけれども、あのー、この逆行 逆行じゃないこの5はですね、ここの21度で重なってくるんですけれども、ここはね、ものすごくパワフルなポイントになってきます。今日の火星のウェブナーでもお伝えしてますけれども、2020年の1月14日に、第3巻の3回のウェブナーでもお伝えしてますが、この今、土星が9度にある土星がですね、あと2年かけてですね、逆光したり戻ったりしながらですね、あの冥王星とぴったり重なって、新しいフェーズが入っていきます。 ですからこれはその前に1964年頃だったかなちょっとはっきり今覚えてませんけどもあのえっと冥王星とこの土星がですねコンジャンクションした時の新しいサイクルが始まる前の最後のバルサミックフェーズというところなので今大きくですねこの土星のテーマヤギ座のテーマ社会とか大きな仕組みとか えー、リーダーとかあのガバメントあの政府とかそういったところで大きなこの何て言うんですかね改革の流れが出てきていますねですから、えー、ちょっとかなりこれはねあのボラタイルといって浮き沈みの激しいインテンスな激しいエネルギーですからそしてこの火星と冥王星がここで重なるということはねあの土星と重なった直後にまた重なってきてますよね。 でやっぱりこの土星というのはこの社会の仕組みを表してリーダーとかも表して火星というのはやっぱり特にこの日本の皆さんの場合はね第一ハウスにありますから火星はもともと第一ハウス押しついたのアーキタイプのエネルギーですからあの国家なんかでいうと国民みたいなものを表すんですけどあの草の根の国民の私たち一人一人がですねノーモアといってですね、えー、いろいろプロテストをしていく、えー、時だと思います。 であの、この火星の逆光の動画でもあの、ウェブラーでもお,えお伝えしましたけれども、あのこの前に、えー、と火星がですねあ、こちら、冥王星が、えー、あの火星と重なったのは、えー、とごめんなさい。えーと えっとですね、えー、あの、ちょっと今頭がふわっとしちゃいましたね。あのね、1968年に、えっ、ー、と、同じようなサイクルが出てきてるんですけど、ごめんなさい、これカイロの話ですね。あ、今ちょっと頭が混乱しました、ごめんなさい。で、あのー、これ、これに合わせてですね、カイロがですね、4月の17日にオフィス座にイングレスしていきます。で、あのー、 その前にちょっとこっちら今思い出しましたこの火星がねこのあの土星とぶつかったり冥王星とぶつかったりしてくるとあの大きなですねあのプロテストが起こるやすいエネルギーなんですねで昔もこのいろんな何回もこのサイクルを見ていくと学生運動があったりとかですねベトナム戦争の あの反対とかですねそういったことが起こりやすいエネルギーなんですね。であの特にカイロンが押、えー、しつざに今度入ってきますから火星の押しついというのは火星がルーラーですからこれが非常に激しいエネルギーになってきます。でこのカイロンの押しつざにイングレスについての詳しいお話は、えー、今度のウェブナーでしっかりお話ししますから今日はあまり深くはお話ししませんけれどもこの 1968年に前に一回カイがオがィス座に入った時にその直後にですね4月1日に入ったんですけど、えー、キング牧師が暗殺されていますねついこの間アメリカでも大きなあの言んですかねあの記念集会みたいなものがあったんですけれどもやっぱりあの頃はベトナム戦争なんかの反対を唱えてですね学生運動の中も盛んになった頃ですね。 とということで今、アメリカではまたそのテーマが繰り返されていて、あのマスシューティングといって、あの学校での、えー、大量シューティング、発砲事件があって、たくさんの学生が何回も連続して死んでますよね。でもう、政府がそれに対して何もしてくれないということで、もっとがんコントロールをしろというふうにです、ね、学生が今、大きく立ち上がっているのはよくご存知だと思います。 ですよねですから、えー、やっぱり今は行動を起こしておかしいことはノーと言ってですね、えー、言っていくことがとても大事なんだと思います。日本でも、まあ、あの安倍内閣の方が今いろんな今まで隠していたことが出てきてねさそり座の木星がいるとねあのそういったことがリビールされてくるエネルギーなので暴露されてくる。やっぱり 本当に今とてても激しいエネルギーが来てますでその辺の詳しいことは火星の逆行のところでもうご説明していますからもうちょっと詳しく知りたい方はぜひウェ、えーナーを今からでも申し込みますから見ていただきたいんですけれどもあのー、一つとても大事なことはねあのー、この後ですね、あのー、4月の、えー、17日にイングレスがした後の18日にですね今度は、えー と土星がです、ね、あの逆行に入ってきますで、えっとまあ、土星はヤギ、えー、座の9度ぐらいに回りますけどもそれが、えー、2度ぐらいまでまた戻っていくんですね。ですから非常にフラストレーションとか、まあ、忍耐我慢しなさいというような形でですねあの、うん、結構。あのえー もう1回今まで出てきたこのヤギ座のテーマみたいなところをね仕組みとかねそういったものをもう一回戻って見直すことでこのぐちゃぐちゃになっている混乱をですねもうちょっとシンプリファイしていこうとするエネルギーになってきますからまだまだこのヤギ座のところが大きく揺れてきますから皆さんの,あのホロスコープでヤギ座がどこにあるか私なんかはニーハウスなんですけどもそうするとこのニーハウスのテーマが 火星と一緒になってね、またね、大きく刺激を受けてきますから、その辺のところは、ちょっとご自分のホロ,あのホロスコープを見て、えー、チャートを見てね、見ていってください。そして、えー、今18日に、えー、土星が逆行し始めると同時にですね、4月の22日になってくると、今度は、えー、目汚染も逆行してくるんですね。えー、今日の逆行の、えー、ウェブナーでご説明しましたけれども、 えー、このね、太陽の反対側にある時にも、あの、カフセっていうのは逆行を始めてくるんですよ。で、この、えっ、ー、と、土星とか冥王星もですね、だん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 トラインを太陽と取ってきますよね。そうしてくると、だん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 逆行が始まってくるんですね。この辺は、まあ、逆行についての大きなワークショップを、えー、ウェブナーでね、来年以降、皆さんに、えー、提供できたらいいかなと思ってますけれども、 えー、それは楽ししみにしておいいくださいそういったことでねいや本当にかこのヤギ座にある天体がたくさん今あのものすごいいろんなあの特に火星を絡んでねあのアクセスが来てると同時にまた逆光逆光がここで入ってきますからここのテーマがものすごくこの辺ですよねあの揺れ動きますからそういった意味であのこの火星の 逆光のウェブラーでも皆さんにお伝えしましたけど本当に世の中があのいろんなことが起こってくると思います。えー、っと土星と火星とか冥王星がこう絡んでくると紛争争い事も起こりやすいですから戦争なんかに起こるようなことも起こってきます。実際にに、えー、シリアにこの間2日ぐらい前ですかね アメリカがミサイルを迎撃しましまたねその前に何か化学兵器を使ってるとかいうことでだからまだまだ世の中はそういう形で何かあの戦争になりそうな紛争の火種は絶えないんですけれどもこういう時にとても大事なことはやっぱり私たちはそこに巻き込まれていくのではなくてしっかりと自分の中心をねハー,トハートに持ってですね常に何て言うんですかね祈りを持ってあの えー、自分の内側の、えー、穏やかさを取り戻す訓練をすることがとても大事だと思います。私たち一人一人がですね調和をもってどんな時でもですねいや宇宙と一緒になって愛で生きていこうとした時にですね一人一人がそういうあの言うべきことはきちんと言うおかしいとこはおかしいでもそれを暴力行為に振る言うのではなくてあのー 自分の内側をしっかりと見ながら、えー、き生きていくとそういったことがですねあのこういう激しいエネルギーの時ほどとてもあの大事な、えー、メッセージになると思います。あのそのことはねこれからまだ2020年までもうこの2020年にいろいろ起こってくることのもうアクティベーションが今どんどん起こってるんですけど 本当に激しく変動していくエネルギーです。火星ががっこしてくるとまたすごいんですけれども、でもこういう時だからこそ皆さんこういったことが起こるんだっていうことを理解してね、あの、心の我慢をすることで皆さんは一人お一人が常にグラウンディングをして呼吸を整えて大きなこう、込み上げてくるような火星の怒りとかエネルギーがアグレッシブなエネルギーが来る時ありますから、でもそれを あの言、えー、ですかね反抗的に暴力として使うのではなくてもっと生産的に変えていく、えー、前進力としてですね大きくアクションを起こしてきるとても大切なタイミングなのでやはり冷静になって本当の自分のハートの声に耳を傾けてこの獅子座の太陽ですよねこれに向けてしっかりと何、えー、て言うのかなあの 行動を起こしていく冷静な行動を起こしていくという、冷静というかね、熱いパッションを持ちながら前進していく、それがとても大切なメッセージだと思います。さあ、えっ、ー、と、えー、いよいよこのサソリ座の満月のお話をちょっとしていきますけれども、え今日はもうかなり長丁場なので、疲れちゃってるから、ごめんなさいねあの、えー、もう夜の3時ぐらいなんですよね。あのえー、と、えー 皆さん、日本の皆さんの場合はあの朝の9時58分に起こるんですけれども、えー、アセンダントがカニ座になりますからそしてすぐにあの柔度にあるこの獅子座の,シシ座の、えー、ノースノードも第1ハウスに入ってますからかなりやっぱり感情的にとてもパワフルなエネルギーが、えー、日本の皆さんには流れていますね。えー えー、このさそり座ですからさそり座は奥の奥の深いところに入っていく、えー、エネルギーですよね。で木星も今あの逆行しているところで今19度で10度離れてますけれどもここコンジャンクションしてます。そしてこの、えー、と日本この濃度軸ときれいな90度とってますからこの満月と新満月は月と太陽が。 オポジションそれに対して濃度軸にオポジションがあるで、この濃度軸の水亀座と獅子、えー、座のこのエネルギーの統合をしていくときに、今回のこの大石、えー、座とサソリ座の、えー、月と太陽のこの満月はとても大切なエネルギーになっています。大きなキーワードです。ここをいかに使っていくかと。これ大きな、えー、不動級のグランドクロスができていますね。そして えっと、この、えー、ノースノードに対してこの土星がですね9度でインコインカンクスという150度を取ってますからこれは非常に調整しにくいある意味クライシス的ななエネルギーなんですだからこの土星の9度の辺りこの先にもうあの火星が来てアクティビエートされていたところなんですけどこの世の中の仕組みのいろんなゴタゴタが出てきた時に 私たち一人一人が自分が生きやすくする時に何かここでしっかりと取り組むような課題がある時のはずです。えー、しっかりと足元を見つめてですねあの自分の声に耳を傾けていきましょう。ね、そしてこここのカニあのさそり座は奥の深い深い感情の抑圧してきたものとかが満月の時はたい感情が外に出てくるエネルギーですから、えー、非常にこう感情的に ね、皆さんの場合はアセンダントも患者ですからそういった感情がたくさん浮き上がってくるんですけどこの感情としっかり向き合うということがとても大事です感情的にリアクションするのではなくて浮き上がってきた感情をしっかり受け取ってそしてありがとうと言ってごくんと飲んで消化をしていくだから自分の時間を持つことがずっと繰り返し言ってますけどこの満月ほど大切なことはないと思います、ね、このの満月にに行くまでの間に 先ほどずっとお話ししたいろんな激しいエネルギーが来ていますから、えー、そういった時に外側のその激しさに揺れてですね自分まで外側に合わせてあたふたあの気分があの浮き沈みをするのではなくてそういうエネルギーが来てるんだってことを皆さんにお伝えしてますからそれを理解した皆さんは意識をして自分の時間を作ってリトリートをして、えー、ヨガや瞑想や呼吸法を 10分でも15分でも30分でも時間をとってですね、えー、自分のセンター、中心軸をしっかりとハートであの,あの見つめ直していくというようなことが、この第一ハウスのノースノードの獅子座とこの同性がクイーンカンスをとっている、150度をとっている時の大きなテーマになってくると思います。そして、えー、こちらのあの太陽の方は、この 天皇星が29度に入ってきて、き最後の度数ですよね。ですからこのお羊座のエネルギー火星がここで22度で、えー、リセンダントに近いですしね冥王星と重なってますからこれも非常に激しいエネルギーです。ねもうこの時は2つともほら逆行してるでしょ。で逆行してる時というのは、えー、今日の火星の授業でもお伝えしましたけれども実は地球にとってはですね 対あの逆行している惑星は地球に近くにいるあのあの距離は近くなってきますから、えー、エネルギーは非常にパワフルなんですね。だからそういった意味でも非常にあの外側はいろんな揺れが起こってくると思うのでこの時にしっかりとあの自分の足元を見つめる時間を作っていきましょう。はい、えー、っとなんか何か言う 伝えなきゃいけないことがあったから、えー、ちょっと待ってください。メモを見ますね。うん、そうですね。カイロンはこの時えー、牡羊座のもう0度に入ってますからね。このお話はあのー、えっ、ー、とー。また次回のカイロンの牡羊座イングレスで詳しくお伝えしますから、えー、とにかく私からのメッセージは？ しっかりとちょっと一歩置いてですねごたごたの中に入るのではなくて自分の中心をしっかり見つめながらですねいろんな感情が起き上がってきたものをしっかりと受け取ってリリースするという作業をしていくことで、えー、5月に入ってからの大膝の新月でしっかりと、えー、その頃はですねその後すぐにこの,あの会話天皇星も、えー、大膝に入っていきますから、えー、それがとても大切な メッセージにえっ、ー、と、えー、もう一つね、えー、もう朝が思い出したい言いたいことがあったのはねこれがですねえーえー、っとこっちらあのー、今年はですね1月の31日にですね、えー、今年はとにかくお正月早々満月でしたね。 だから、月のエネルギーはとても強いですよという話をしました。月はあの、満月というのは特に感情を表しますからね。感情が大きく激しく揺れてくる時だしね。で、えー、この1月はですね、えー、2度満月があったの覚えてますか ?2 度満月がある時は、私たちはそれブルームーンっていうんですけれどもあの、この2度目の満月は1月3 1日に、えー、月食だったんですね。皆既月食でしたね。 で葵さんと私は、えっと、ジョシュアツリーという国立公園に行ってですね、あの満月をずっと見て、いろんなセレモニーしてきたお話を皆さんにお伝えしたと思うんですけれども、その時の満月は、えー、おひし,し座の11度であったんです。で、今ここに、えー、濃度が入ってきてますよね。で、ここに、ここに満月があったんですよね。ってことは、今、この、 今ご説明したね、今回のこのサソリザの満月、これはまあ,あのロミータの方ですけど、あアメリカの方ですけどあの、皆さんで言えばこっちですよね、この満月、ここ,このサソリザの満月、これ。4ハウスで起こりますね、またね、日本の皆さんは。本当にこれ、月がものすごく強調されてますから、感情がでぐっと出てくると思うんですけど、この,この時のこの第1ハウスのこの重度、えー、にあるノースノードの 一つ先の11度でこ、えー、この1月31日の月月日食が起こっていますですからその時の月食にあっていろいろアファメーションしたこととかその頃にまいた種がですね大きくアクティベーションしてくるのが今回の満月だと私は思います実際に、えーあのー、その満月があってですね葵さんと言ったのが最後に葵さんはその時に、えー、もう、えー 自分で独立ししてていいこうというと決心をしていますからそして実際に出ていったのは3月の10日ですけれどもで今今回はこの4月の30日ということでそれから1ヶ月半たって多分蒼さんの方も新しい何か新しいことに、えーを何かうん、と新生活の中で何か気づきがあって次のステージに行くなんていうことが起こってるだろうし私の方は私の方でもうあの今日のウェブナーで 皆さんにもご,ご説明しましたけれども新しく丸石、まあ、先生の、えー、来年度のプロジェクトを、まあ、先生の方からしませんかというお話をいただいたので、えー、じゃあやりましょうということで3月にやるご,ご案内ももうすぐしますけれども、えー、とかウェブナーをやっぱり本格的に、えー、皆さんに伝えていこうと。 おおあの今までねちょっと私の方がジャパンプロジェクトや、えー、トレーニングとかがあってなかなかできなかったんですけどもちょっと頑張って皆さんにお伝えすることがとても大切な激しいエネルギーが来てますからそういった新しい、えー、動きを今出していますねで新しくりえさんが3ヶ月だけですけど私のお手伝い兼修行に来てくださってますからそういったことがですねこの1月の31日の会期月食で 起こったこと誓ったことに祈ったことそれが今こう本当に結果が出てきているのがこの満月になると思います皆さんの、えー、個人的な生活を振り返ってみて1月31日に皆さんがどんなことをアファメーションしたのかというのをもう一回思い出してみてくださいはいそれではえっ、ー、と、えー、もう簡単にいきますけどアストロナウェルジーでいくと4月は15になるんですね で15は6になるのでこれはあのー、このデビルのカードなんですよねだからこれはやっぱりあの自分の,あの、えっと、やっぱり外側のいろんなフェイクなニュースとかね外側に中心を置いてしまうことで自分が自分をとらわれになってしまってるんですよ。だからこの16 15ですね 1+5 は自分がこうやりたいって言って変化しようとしていく 大きく買われるエネルギーなんですけどこれが6になってくるとこうラバーズになってくるんですがここで自分の外側に振り回されて何か自分外側の規範とかそんなことに自分を縛りつけてしまっているとなかなかこう進化できないようなエネルギーが流れてますからその辺のところをちょっとあのしっかりと見返ってみましょうそしてえー、っと日本の皆さんの場合はえー 30日ななんですすすけれどもそうすると18の9になりますねでアメリカの皆さんの場合は29日になるので26になりますから、えー、26の8ということで、まあ、ちょっとエネルギーが少し違いますけれどもアメリカの皆さんの場合は26の場合はこれはページのワンドなんですね、えー、私のこの26というのは私のヌメロロジーと私のナンバーなんですけどえっ、ー、とまあこれはあのワンドというのは、えー、タロットで言うと 火のエネルギーと同じなんですねですからやっぱり今行動を起こしていくでてページですから若いですよねですからカイロンがおひ座に入って大きくこれから自分の癒しをどうしようかなっていうのをて見てるようなエネルギーを感じますけれども、えー、それが、えーあのー、自立されると26は8になってきますからやはり自分の強さね、えーあのー、具現化していく大きなエネルギーだし えー、無限の8のエネルギーだし、なんかと大きな力強さを感じるエネルギーです。で、日本の皆さんの場合、やっぱりね、今回はムーンが出てますから、本当に日本の皆さんは、このフルムーン、ムーン、感情、ね、カニザの、えー、アセンダントでもう一回見ましょうかね、カニザのアセンダントで、えーえー、月がサソリ座で4ハウス。 ね、もう本当にあにその上、えー、とここは海王星とあそうですね木星がこうトラインですよね15度これも魚座であの8ハウスですから水のハウスで起こってますから何かあの非常に潜在意識無意識の中の いろいろな感情がううっと上がってくるようなエネルギーですからで、ここにゲートウェイがありますから、しっかりとこの満月は取り組むということが大事だと思います。で、このムーンの18はですね、1たす8は、<laughs> ごめんなさい、レジュースすると9になって、これは、ハーミット。賢者のカードですよね。だから、うんと、グシャって言うんだっけグシャじゃないわね。えー、とハーミットは、うん、ハーミット、ハーミットですよね。 日本語で何て言ったんだっけ賢者でいいんですよね。要するにやっぱりあのリトリートをして自分の内側と向き合うことがとても大切なメッセージのように私は感じますね。ということで、えー、最後に、えー、サビアンシンボルだけチャットを見ていきますけれども大志、えー、座の柔道があるところは赤十字の看護婦と。何かこう。 どうなんでしょうね赤十字の看護師って面白いですよね。看護師さんの医療的なこと、健康的なこと、そこで何かをケアしている。なんかカイロンがおひつに入っていくようなところでも何かこう癒しが起こってくるんですかねこれね。ナーチャリングしていくようなエネルギー大事なのかもしれません。とにかく濃度軸にぴったりあの90度を取ってますからね。激しく。ほぼぴったり。サソリザン柔道の方は昔の仲間を再び結びつける夕食会ということで。 何かですねこの濃度軸とあのー、スクエアを取ってますからこの濃度軸がおひつごめんなさい獅子座と水亀座ですよね。で水亀座っていうのは仲間なんですよね。だからやっぱりこの仲間お友達昔の仲間とを再び結びつける夕食会ということで何かコミュニティの中で。 えー、一緒になって祈りの会をするとか今いろんなエネルギーが出てくる時の自分の気持ちを伝え合うとかそういったイベントをするようなこともとても、えー、何か大きな気づきをもたらしてくれるようなことがあるかもしれませんもし、まあ、私が日本にいればですね、えー、満月の瞑想会みたいなこともできるんですけれども、えーあのまあ、時差もありますし、えー、そのうち 何かご要望あればそんなようなこともして行こうと行くことはできるかもしれませんけど是非、えー、視聴者の皆さんの中であの皆さんのローカルの地域でそういったイベントを今回は組んでみると何か気づきが起こるいいあの素敵な満月になるかもしれません。はい、それでは、えー、今日今回はこの辺で終わりにしたいと思いますけれども。 えー、次回からの「よえなん」を楽しみにしてですねまたご案内を近々申し上げますから、えー、ちょっと5月日本に帰ってからに帰る前に準備をしていきますけれども、えー、なかなか私も今バタバタとしておりますけれども、えー、また日本の皆さんにお会いできるの楽しみにしています。そして、えー、とですね 5月の、えー、鑑定の個人鑑定ですね、今はもう随分お申し込みいただいてるんですけれども、えー、と5月の10 21日に正式にもう取りました。ほとんどもういっぱいなんですけれども、えー、もしかしたら、えー、とずっと京都にホテルを取りましたので、私の 旅行の日程に合わせてですね、ちょっとその辺りで平日になりますけれども、えー、もう何人か見ることができますから、もしご希望がある方はですね、私のホームページの方から、えー、鑑定希望ということで、えー、ちょっと、えー、問い合わせをしてみてください。もう私18日に出てしまいますので、一,あの一応枠を作ってですね、えー、空いてる枠だけはご案内をしていきたいと思います。ははい、それでは えー、素敵な満月をお過ごしくださいね最後まで聞いてくださってどうもありがとう Thank you so much and so much love